郷原信夫の日本の権力を切る第8回の今日はゲストにウォールストリートジャーナル東京支局長のピーター・ランダースさんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は外国メディアの目から見た日本の新型コロナ対策というテーマでお送りしようと思うんですが、ちょっとその前に、一昨日発売になったこの、真相カルロス・ゴーンとの対話、この私の著書、で、書いたカルロス・ゴーン事件についての印象とか、そういうあの事件のことについても先に伺って、それから新型コロナ対策の話に入っていきたいと思います。まず最初にですね、ピーター・ランダースさん、私はこれまでも取材を受けたりいろいろ話をしてきたんですけども、外国人にしては大変その日本語がお上手で、こうやって日本語でお話ができるんですけども、ちょっとこれまでの略歴についてお話ししていただければと思うんですが。ちょうど初めて日本に来たのは33年前です、はい、になってしまいましたけれども、はい、今50歳なんですけれども、はい、で大学の吹奏楽団の一員として日本の延長旅行に行って、大変面白い国だなと思いまして、大学の時に、合わせて3年間ぐらい日本語を勉強した上で、90年末に日本に来日しました。ジャパンタイムズとか AP 通信などで働いて、一旦アメリカに帰って、また2014年にもう一度今回その支局長として日本に戻ってきたので、今はもう合わせて17年間ぐらい日本に住んでます。17年間ですか、日本にいらした期間が前回を合わせて、しかし17年間にしてもここまでその日本語を上手っていうのは大変なんですよ。私だって驚きなんですけど、いや、というのがですね、この本の中でカルロス・ゴーン氏とのインタビュー合わせて10時間以上のインタビューをしてきてるんですが、このインタビューの時ですね、ゴーン氏は全く日本語を喋らないんですよ。もう挨拶も何も全く喋らないんです。で、彼は20年日本に、ずっと日本ってわけじゃないですけども、20年間ずっと日本の日産の CEO という立場で仕事をしてたんだけども、全く日本語を喋らないというのはどうしてなんだろうかなっていうふうに若干ちょっと疑問に思ってて、一回聞いてみたことあるんですね。そしたら大笑いをして、いや、私はもう怠け者だったというふうに言うんです。もうその要するに時間がなかったと。ポルトガル語か、ブラジル生まれで、ブラジルと生まれで、それからレバノン、アラビア語とフランス語、それから英語はもちろんビジネスにおいて不可欠。この4つはもうもともとの生まれ育った国とか、ビジネスで不可欠だということでマスターしているけども、それ以外の言語をマスターする時間がなかったんだというふうに言うんですけども、ただその日本語はなかなか外国人の方にとってマスターするのって簡単じゃないと思うんですけども、なんか本当にお上手なんで、ランダースさん本当驚きました。一つの特有利に働いたのは大学で勉強したことだと思いますね。王さんのおっしゃる通りで、もう大企業のトップですから、確かにその時間、勉強する時間を作るっていうのは大変難しいと思いますね。大学の時だともう大学で勉強するのが目的なので、やっぱりその間集中しないして勉強しないとなかなかマスターするのは難しいということなんですね。あとは1年目は日本、来日1年目はジャパンタイムズの編集をしてたんですけども、ちょっと余裕、仕事に余裕のある時もあったので、その会社で新聞を読んだりとかですね、余裕の時間も使えたので、その大学の3年間と、最初の1年間を合わせて土台ができたので、いろんな会話、日本語が上達する、土台ができたんですけども、いきなり
一から、CEO をしながら一から勉強するっていうのは、まあ、無理かもしれませんね。そうですか。ちょうどその話題にも出たんですけども、このカルロス・ゴーン事件、日産自動車とこのゴーン氏の事件についてはランダースさんはどのように全体としてですね、この事件を見ておられますか。もう6年間支局長をやってますけれども、ね、この支局、このその間日本で起きた一番大きなニュースはゴーン事件で、はい、間違いないと思いますね。しかも第2弾があって、そのレバノンに逃走した時にいきなり12月の30日にうちの企業部長から朝6時半ぐらいに電話で起こされてですね、ゴーンさんがレバノンに逃げましたよとそうですかということで、またその徹底取材を始めたんですが、以前から実は司法制度に、日本の司法制度に興味があって、はいはい、父親も弁護士をやっていて、うん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 、家族に何人かの弁護士も、いるので、私は全く法律の勉強したことないんですが、大昔からそれなりの、興味があったので、今回その、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルが、やってるビジネス取材という、企業の取材と、私が個人的に興味を持っていた司法制度の違いというのを合わせて、やると大変興味深いテーマだと思いますね。あ、そうですか。私もそのボン氏が今私はレバノンにいるという声明を出した時も本当に驚きました。12月31日の朝ですよね。31日に出しました、はい、もうネット記事で見てですね、本当に驚きました。私はその4日前までゴーン氏が目の前にいてインタビューしてたわけですから全く予想もしてなかったことで、まあ、ただこの中でも書きましたけども、やはり彼は日本の刑事裁判に絶望したんですね、我々はそのもう相応のリスクを取って、もうその絶望が原因でゴーン氏が出国を決意したというところをやっぱりこう重く受け止めないといけないということを思いましたね。まあ、そういったそのこの事件というのは何だったのかということを改めて日本人の多くに、そしてできれば海外の人にも理解してもらいたいと思ってこの本を書いたんですが、ランダースさんもおっしゃるようにこれは本当に大きな事件だと思いますし、ある意味ではこの21世紀の前半の日本で起きたことの中でもかなり歴史に残る出来事だと思うんですね。いろんなものに影響を与える事件で、それだけに歴史はできれば正しく歴史に残ってもらいたいと、この事件がというふうに思ってこの本を書いたんですけども、ね、今日差し上げる本をぜひお読みいただいて、はい、はい、それからこのゴーン氏が出国した後に、私がゴーン氏でインタビューをしてたということを、公表をして、その3日後でしたか、FCCJ で記者会見を行った際に、そこでも若干触れた青梅談合事件、昨年の9月の20日、東京地裁立川支部で無罪判決が出た事件なんですが、これは私が主任弁護人として取り組んで、まさに典型的な人質司法の事例で、結果的に無罪判決を獲得することができたという事例として、この FCCJ の会見の時にも紹介したんですが、この事件をランダースさん取材していただいて、ウォールストリートジャーナルの記事にしていただいて、これはその記事の一番最初のところの写真なんですが、ここに写っているのが被告人の酒井さんですね。そうですね、この件についてちょっとそうですね、実は20年前に、高知県の、失礼しました、愛媛県の、事件を取材したことがありまして、今回、ダブって映りました。その事件というのは、普
通の、まあ、えのきの工場にで働いている本当に普通の、方がですね、ガールフレンドの家を泥棒をしたんじゃないかということで逮捕されたんです。で最初はあの自白はしましたけれども、後であの無罪に転じてですね、裁判で主張しましたけれども、判決が出る直前に、真犯人が高知県で捕まったんです。あ、そうなんですか。で自分がやってないと、であの不自然な点がいっぱいありましたけれども、でも自白があったから、まあ、間違いないだろうと。で裁判がすんなり進んもうそのまま進んで、もう間もなく有罪判決が出るの間違いないと思われた時点で、別件で、逮捕された人が実はこの愛媛県の宇和島市で、夫人の自宅に侵入して、物を盗みましたと認めた人がいて、それで保釈されて無罪から判決が出ましたけれども、なんで自白したのかと。自白がなければ、もしかして無罪になったかもしれないですね。まあ、運が良くてたまたまその真犯人が見つかったんですけれども、どうして自白したのか。でやはりそのこれはあの警察官、検察ではないんですけど、警察官がやっぱりこう机を叩いて、やっただろうと、他にいないだろうと、あなたのガールフレンドだったら、まあ、なんかこう仲が悪かったのか分かりませんけれども、あなたしかいないだろうということで早く認めた方がいいと。で1日ぐらいでもう認めてしまいましたね。それが印象的に。で、あの宇和島まで行って、その本人と、そのえのき工場の、社長とかですね、いろいろな人に取材をして、ウォールストリートジャーナルの一面の記事に、しましたが、で今回も、まあ、もちろんその状況は違いますけれども、酒井さんが一時あの、まあ、保釈されるために全面的に認めたんですね。認めましたと、サインもしてますよね。いや、サインはしてないですね。後半で認めたんですね。後半で第一回で、はい、後半で認めたわけですからもうあの捜査段階で嘘の自白をしたとかいうような言い訳もなかなかしづらい。もう後半でもう公訴事実間違いませんと言って頭下げたんですね、酒井さんは。そういうふうにまあダブってあの言ってたので、あのまあ、ゴン事件がなければ改めて取材しても、まあ、似たような内容ではないかと言われるかもしれませんけれども、逆にまあ20年間司法制度はそれほど変わっていない、まあ、変わっているところはありますので、それも記事に入れましたが、変わっていないところもあるんだなと思いました。嘘の自白とか、まあ、その犯罪事実を、認めてしまうということっていうのはおそらく2つ要因があると思うんですね。一つはその取り調べの厳しさ、もう本当にあの、警察官から怒鳴られて、威迫されて、もうその連日長い時間弁護士の立ち会いもなく取り調べられることの苦痛から逃れたいという思いで、でここで一回認めて もう真実は一つで自分はやってないんだから後で裁判でひっくり返せばいいと思ってしまう。それで嘘の自白をしてしまうっていうのがやっぱりこれまで冤罪事件でよくあったところですね。これはもう取り調べが原因ですね。嘘の自白をさせてしまう取り調べっていう問題ですね。酒井さんの場合はそうじゃなくて、まさに人質司法そのものなんですね。そのまま否認し続けていると外に出してもらえない、身柄拘束がずっと続くということを、まあ、確保しないといけなかった、まあ、弁護人からも、当時のその時の弁護人の弁護士からもそう言われたんですね。でもう認めてしまえば早く出れるとということで、人質司法が嘘の自白に追い込んでしまう。この2つパターンがあると思うんですね。まあ、両方もありますけども。そうですね、あの時の四国の事件は前半の方でしたね、前者の方でしたね、そんなに長い取り調べではなかったけれども、大変厳しい取り調べで、そんなに
もう全くその司法と縁がない人だったので、一気にもう自分がやった、そうなんですね。で、多くのその人質司法による嘘の自白の事例もですね、もう自白してしまって諦めてしまいますから、で有罪判決おしまいなんですよ。でもう二度とそういう問題になることがないんで、ですから過去の人質司法の事案がですね、こんな嘘の自白を生じさせたじゃないかということが問題になる事例が実はあんまりないんですね。今の宇和島の事例というのは多分例外的な事案だと思いますね。全部それで片付いてしまうんですね。で、人質司法のためになんとかその身柄拘束から免れたいと思って、嘘の自白をしてしまうこともありますけども、頑張っちゃう人もいるわけですよ。オリンパス事件の横尾さんのように900何日も、ずっとその無罪主張をし続けて、長い期間拘留される。その場合にどうなるかというと、ほとんどが有罪なんですね。これが非常に残念なことなんですけども、やはり裁判所が保釈を認めなかったということで長期間身柄拘束になっているわけじゃないですか。検察官も徹底的に反対しているということがありますけども、最終的には裁判所の責任ですから。ですから、そうやってこう人質司法の状態で長い間身柄を拘束すればするほど、裁判所は無罪判決を出しにくくなってしまうんですね。結局長期間の身柄拘束が自分の責任だった、もし無罪になるとというようなこともありますので、やっぱり過去にはなかなかそういうその人質司法の事案で冤罪が明らかになったっていうのがあんまりないんですね。そういう意味でこの酒井さんの事件というのは、第1回で認めてしまって保釈をして釈放された後に全面無罪を主張して、幸い、無罪判決を一審で勝ち取ることができた、非常に稀有な事例で、これが無罪で確定すると、村木さんの事件、村木厚子さんの冤罪事件以来のまさに人質司法による冤罪事件ということになるところだったんですが、ご存知のように検察が無理やり控訴をしてしまいまして、今東京高裁でまだ審理をしている段階で、またこの新型コロナ問題で公判が延期になっちゃったもんですから、今のところまだこの次の公判期日の見通しが立ってないという状態です。ということで、その刑事事件の話はちょっとこの辺りにしまして、新型コロナウイルスの感染拡大の問題、本当に今日本の世の中全体がもうこの話題と関係ない話題はなかなか聞いてもらえないというぐらいの状態なんですが、この今のその状況ですね、日本の、新型コロナウイルスの感染拡大に対する日本政府の対応とか、そういったことについて外国メディアの立場からどのように見ておられるのか、まずちょっとこの辺りからお話を聞きたいんですが。そうですね、うちウォール・ストリート・ジャーナルももうコロナウイルス中心の新聞、東京支局は日本におけるコロナウイルスとして、もう各支局が自分の領域に、例えば企業担当の記者も企業がどう対応しているかということで中心に今取材をしているんですが、やっぱり各国が苦労しますね。うまくいってると思ってる国でも、例えばシンガポールがうまくいってるんだと、もう完全に抑えてると思ったらまた増えてしまう、日本のようにまた増えてしまいました。台湾ぐらいでしょうかね。完全に抑えて死者ゼロというところがなかなか取れないですね。私も最初の思い込みが間違ってるなと今になって。そうですか。例えば最初はインフルエンザと、あまり変わらないんじゃないかって言われていて、私も納得して、場合によってその最悪の場合蔓延してもそんなに大した被害はないのではないかと思ったら、アメリカで、特にアメリカで完全にもう爆発して、そうです、ね、今2万人ぐらいでしょうか、たくさんの亡くなっている方が
ているので、自分の最初の思い込みも、間違ってたし、あとは例えば暑くなれば大丈夫だろうと、インフルエンザも夏になると完全に消えますので、トランプ大統領もそのような甘い見通しを、示したことがありますが、一気にあの大統領曰く一気にこう消えるものだ、なんだよと、ある日に突然亡くなる病気だから、そんなに心配することはないと、まあ、そこまで自信はなかったんですけど、私も、そうなってもおかしくないと思ったんですが、例えば暑い国でブラジルとかインドネシア、などで、結構広がっていて、またその亡くなっている方が増えているとそうですね。ということで、最初の思い込みとか最初の政策でいいだろうと思った政策が実は失敗だったというケース各国にあるので、日本も 100% っていうことはないと思いますね。中国で感染が始まった時はですね、あの湖北省がちょっとやや特殊な状況なのかなと、あそこで大変なことになってたんですけども、それ以外ではそれほどその大きなあの感染爆発のようなことにはならないような認識をみんな持ってたんだと思うんですね。そうですね。それがあのイタリアですね。イタリアがもうどんどん死者が出てきて、これもイタリアの特殊な要因なのかなと思ったら、これどんどんそのヨーロッパ中に広がっていく。ちょうどその頃からアメリカでもあの各地で感染が拡大していって、で特にニューヨークが大変なことになりましたね。そのアメリカでの、感染拡大の原因っていうのは どう考えられてるんでしょうか。やはり最初はソーシャルディスタンシングをしていなかった、うまく見てたということで、一気に広がったのと、あとはそうですね、医療制度の問題がかなりクローズアップされて、それだけの原因ではないと思いますが、例えば機械が足りないとか、保険がない人もたくさん3000万人ぐらいいるので、やっぱりお医者さんに行かないとか、我慢して、病気になっても我慢して、仕事を続ける、それでたくさんの人に移してしまうとか、そういった問題、あとはその国民の体質で結構肥満率が高くて、高血圧とか肥満とか、そういうお医者さんの話を聞くと、やはり肥満だとこれリスク原因要因になっていると。なるほど。ということで、あとはニューヨークも東京もそうですけれども、大変密室な空間で、そうですね、一気に広がる、素地があったんだろうなと思いますね。そういう意味では日本は今まだこれからどうなるか分からないっていう重大な局面ではあるんですけども、これまでのところはヨーロッパで起きているようなことで、アメリカ、ニューヨークで起きているような状況には今度はなってない。おそらくその感染 そのスピードとかですね、感染する数自体が日本の生活習慣というのは比較的そのヨーロッパやアメリカと比べればマシだったのかなという感じはするんですね。握手とかあまりこう接触をすることがあまりないということ、ね、それからここはそうですけども、家には靴を脱いで上がると、これもやはり違うんだというふうに言われますね。だからそういう意味では条件は比較的良かったということは言えるんですが、最近になって言われているのが、実はその医療は、ドイツなんかと比べるとはるかに日本は今の集中治療室とか、ICU の体制というのは貧弱で、もし同じような状態になるとこの日本の医療崩壊が起きちゃうと大変なことになるんじゃないかということは言われてますね。私も同感で、心配ですね。対応しきれなくなった時にどうなるのか、私たちはダイヤモンドプリンセス の、乗客に取材をして、あとはその当時はアメリカはあんまりこう爆発的に増えていたわけじゃないので、アメリカの CDC から日本に来た医師がいるんですね。その方にもうちの支局の記者が
取材をして、エクモというその、まあ、人工肺みたいな機械を使っているんですが、やはり日本人の医師が非常に、まあ、有能で、これはもう本当に重症患者、もう自分の肺が使えない、空気を入れても、こう息できないと、いう大変その渋滞の状況になっている患者にのためにですね、あの血液を外に出して、その血液に、ね、あの酸素をこう注入する、まあ、最後の最後の手段と言ってもいいと思うんですが、日本の医師が大変うまくこうその機械を使って、細かい、手続きが必要だったりとか、あの頻繁にモニターしないと、例えば血液があの凝ってしまう、あの血栓ですね、血栓になってしまうので、細かくもう24時間体制でモニターしないと、大変なことになるんだと、日本はよくやってるんだというのはアメリカ CDC の、医師の、まあ、褒める言葉がありましたが、私もまあその通りだろうと思いますけれども、たくさんの人が来るとやっぱりそういう細かい治療ができなくなるんですね。ですからその医療のキャパを超えない限りは、日本の医療っていうのは非常にクオリティが高くて、まあ、救命率も相当高いんだろうと思うんですね。ですからそのキャパを超えないようにしないといけない。ただそれがこれまでは比較的うまくいってたんだと思うんですけども、一方でその感染者自体が把握できてないところがあって、 PCR 検査の数が非常に少ない。これも韓国とかドイツなどと比べるともう10分の1ぐらいしかやってなかったということで、把握されてない感染者が今あのいろんな院内感染の原因になっていって、逆にその、PCR 検査が少なかったことが原因でこれから院内感染が深刻化していくと、その感染が医療のキャパシティを超えちゃうんじゃないかということが心配されてますよね。まあ、ここが最大の問題ですね、これから先の。そうですね。あとは、まあ、うまくいって収束してからでもですね、検査体制が重要ではないかと言われてますね。収まって、再爆発しないように、そうですね、出たところ、出た目をこうすぐ積む、積むという必要が出てくるでしょうね。なるほど。まあ、今回日本のその感染対策と、まあ、あるいはそれに対してかなり影響を及ぼしたんじゃないかと思われるのが東京オリンピックとの関係なんですけど、オリンピック・パラリンピックとの関係なんですけども、まあ、あの私もちょっと早い段階からその安倍首相とか安倍政権側が、東京オリンピック・パラリンピックの開催に、まあ、こだわって対応が遅れてしまう可能性があるんじゃないかということをずっと最初から思ってたんですが、まあ、実際その来年の夏へ その延期ということになりましたけども、そういう面があったことは私は否定できないような気もするんですね。あの対応を行うにあたってやっぱりその今の政権にとっては東京オリパラっていうのは非常に重要なイベントですから、なんとかそれを予定通り行おうというような意識がかなり働いちゃったんじゃないか、まあ、それがあの、入国制限の遅れとかですね、中国からの入国制限の遅れとかことを大きくしたくないというような、配慮に働い、作用しちゃったんじゃないかというような気がするんですが、そのあたりがどういうふうに考えますか。そうですね、その辺はなんとも言えない、取材してないんですけど、安倍さん、最初は、まあ、経済全体のためにやってるんじゃないかという気がして、最初はあのそうじゃないって、例えば経済界が、いきなりこう引き締めると、経済の復活が難しいと言われてるから、例えば緊急事態宣言を遅らせたのではないかと、言われて、ある自民党の関係者からそうじゃないと、そういう経済界の圧力はないと言われましたけれども、安倍さんが4月7日の会見で、もう率直に認めたんですね。あのやはり経済が心配だったと、緊急事態宣言をして、例えば店が全部閉めないといけない、
いう状況を作ってしまうと、まあ、非常に大きな打撃になるので、できればやりたくなかったけれども、まあ、こういう事態になったので、やらざるを得ないというような発言をしたと思うんですが、それはその通り、まあ、安倍首相の言う通りだと思いますね。緊急事態宣言を出したんですけども、日本の緊急事態宣言っていうのは別に強制力があるわけじゃなくて、そうですね。でしかもヨーロッパやアメリカで行われたことと比べるとロックダウンじゃないですよね。そうですね。都市封鎖とかその実際にもう外出は完全に禁止っていうんじゃなくて、まあ、あの一部はいろいろこう自粛を、してもらってますけども、まあ、経済活動自体は続いてますよね。このあたりが相当その欧米の対応と日本の対応とかこう違ってると思うんですけども、そこはどうなんですかね。アメリカではもうかなり早い段階から一気にもうあのニューヨークなどは封鎖しましたよね。それも当然ニューヨークも経済都市ですから経済の影響っていうのは相当大きいんだと思うんですけども、そこの判断がそのアメリカと日本とでは違うっていうのは なぜなのか、まあ、その時点での深刻さの度合いだけの問題なんですかね。あとはもう法律、また法律の問題に戻りますが、まあ、アメリカにも憲法その表現の自由とか行動あの自由、集会、集まる自由が保障されてはいるんですけれども、日本はむしろアメリカ以上にその憲法の規定を厳しくこう解釈していて、特に、集まる自由って何でしたっけ、集会結社の自由、の自由を結構真剣に受け止めていて、政府が、行っちゃダメだとか家を出たらダメだとか他の人と会ったらダメだということは言えない、憲法上言えないと。どう憲法なるほど、そこが憲法解釈はどう思いますか。その点についてはむしろアメリカよりも日本のその憲法的な感覚の方が厳しいということなんですかね。私もそういう気がしましたね。まあ、ニューヨークでもロンドンほどではないと聞いてるんですが、家を出たらこう逮捕されるとか、そんなことはありませんが、もう少し厳しく制限しているように思いますね。なるほど、まあ、そういう面で外出禁止の徹底と、まあ、強制的に外出をさせないという措置が欧米の方が取りやすいということが言えると、まあ、それとその先ほどの話で、まあ、アメリカの場合はやはり医療的なその観点からも重症化しやすいということはある程度予想はされてたんでしょうね。肥満の関係だとか、そうですね、それから医療制度の関係などで、その早く徹底した措置を取らないといけないという必要性も大きかったということになるんでしょうね。そうですね。そうすると今後日本の状況がこれどうなるか分からないんですけども、本当に深刻な方向に行きそうになったときに、その医療のキャパシティを場合によっては超えそうになっている、まあ、今まさにそういう状況なんですけども、しかしそこでも欧米と比べると取られる措置はそんなに徹底したものじゃない、厳しいものじゃないということが今後どういう事態につながっていくのかということが問題ですよね。そうですね。本当は以前からもう昔から安倍首相が憲法を改正して緊急事態で、もっとこう強制的な措置を取ってもいいというような憲法改正を提案していたと思いますが、まあ他の憲法の改正もやりたいといういろいろありまして、結果的には憲法改正は当面ないと思いますが、でもその例えば9条は別として、こちらの方の憲法改正を与野党でまあ議論を交わしてもいいんじゃないかという気がします。この機会に、これを機会に、まあ、収束したとしても、緊急事態の時に政府はどのような権限を与えていいのか。だからそのためには、政府がそしてその権力者が信頼されてないといけないと思うんですよね。そうですね。そこがやはりいろんな議論になってしまうんですね。なんか
透明性の問題とかですね、情報開示の問題とか、かなりそういう、こう不信感を持たれるような要因があるために、その強い権限を持たせることに対するリアクションが強くなるという面もあることは否定できないような気がするんですね。でも逆に権力を信用しないから、作る憲法を改正するという、発想もあると思うんですね、憲法に全く規定がない場合は、まあ、例えば独裁者、独裁的な人がいて、もう憲法に規定がないからもう憲法もいらないと、緊急事態になった時、これ以上に、まあ、今は緊急事態ではあるんですけど、これ以上の緊急事態が起きた時に、権力者がもう憲法に規定がないから、憲法そのものを廃棄して、もうとにかくその緊急事態のために私が何でもできるような、権限を集めるんだと、いう危険性が逆に出てくると思うんですね。それに対して憲法にちゃんと書いてあって、こういう手続きで憲法またはその憲法に付随する法律に、ちゃんとその手続きが書いてあって、緊急事態の時にこういうことはやらないといけない、まあ、ここまで権限を伸ばしてもいいけれども、緊急事態が終わった時にそれは返上しないといけないと、そういう規定があれば逆にその将来的に、まあ、独裁的な人がいてその憲法廃棄という事態は、回避できるのかなという気もする。もっとその状況に応じてその強い権限を発動することに関して、まあ、きめ細かに可能であるけども、やっぱりそこに要件をちゃんと定めていって適正に行使されるようにということを考えていかないといけないんだけども、日本の場合はどうもそのこと自体がもう避けてこう通ろうというような傾向があって、ね、なかなかその現実のものにならないと。でいざこんな事態になった時にはそれが本当にその強い権限が発動できなくて、大変なことになってしまうんじゃないかという恐れがあるということですね。やはり日本の場合は戦前の、過酷な人権侵害っていうのがあって、その経験からどうしてもその人権の抑圧っていうものに対してはかなり大きなリアクションが出てくるというところはありますよね。まあ、とは言ってもこういう本当に通常の生活とか通常の経済活動をそのまま続けていけないような状況になった時に、どうやってその社会を人間の行動をコントロールしていくのかっていうのは本当に難しい問題ですね。そうですね。なるほど。まあ、例えば南北戦争の時も、みんな尊敬するリンカーン大統領も一時、あれはなんて言うんでしょうね、Writ of Habeas Corpus というその人柄の拘束を、解除する手続きを、まあ、憲法上いつもその例えば逮捕された時に、被告または容疑者の釈放を求めることができるんですけれども、南北戦争の時に、まあ、まさに緊急事態で民間大統領が勝手にその権利を一時凍結をしたことがあるんですね。ああ、そうですか。まあ、アメリカが分断するかもしれない、戦争になって内戦になっているから、そういう被告のまた容疑者の権利を、続けるわけにはいかないという事例がありますが、戦争になるときに、まあ、そういった、まあ、諜報機的な、または権利を奪う、一気にその権利を奪うようなリンカーン大統領でも弁護士だった人ですが、そういう傾向になりがちですね。なるほど。この前田原総一郎氏が安倍首相に会った時に、安倍首相が第三次世界大戦みたいなものだと今回のそのコロナの感染はというふうに言ったというのは何かに出てたんですけども、まあ、だからこそ、まあ、戦時下と同じぐらいのやっぱり強い権限が必要なんだと、政府が そういうものを発動するような、法律が必要なんだと、まあ、憲法上のそういうような制度も必要なんだという認識なのかもしれないですね。まあ、いずれにしてもその
今回の問題っていうのは、この感染の問題っていうのは、もう世界がこのコロナの感染が収束したとしても大きく変わる、それぐらい大きな事象だと思うんですよね。どういう方向に変わっていくのか、この世の中がですね、国際社会が、まあ、まだ確たることは言えないんですけども、少なくとも、今までは当たり前であったことが当たり前にできなくなる、いろんな制約を受けるということをみんながこう受け止めないといけないという時代になっていくんですね。先ほど人柄と言いましたが、身柄の拘束ですね。あ、身柄の拘束、南北戦争の時の身柄の拘束、そうなんです。これから例えばそのデータの問題、私たちも今日の一面記事に取り上げてるんですけれども、どこまで例えば陽性患者が出ましたと、例えば私が陽性だと、出た時にですね、私の携帯電話の記録から実は郷原さんに会ってるんだと、だから郷原さんに私の許可を得ずにですね、あなたが会った人が陽性だったので、早くこう身を守れるような行動を取ってくださいと。そうですね、確かに勝手に例えば政府が、NTT ドコモから私の携帯記録を勝手に入手をして、いろんな人に、まあ、地下鉄に、まあ、私も全く知らない人に、一緒に地下鉄に乗ってた人にも、実は近くにこのランダースという怪しい人がいましたと見守ってくださいというようなことをやってる国ももう出てきてますから。そうですね、それでいいのかどう規制するのか。確かに本当にその感染というのは人の命に関わるんで、その感染の拡大を防止するためには、そういうその個人情報とかプライバシーがある程度侵害されるのもやむを得ないっていうところまでは、なんかある程度社会的なコンセンサスも得られるような気がするんですけども、問題はそういったことがシステムとして可能になると、もう全ての人がその政府の監視下に置かれるということですよね。しかしそれが、そういうことに対する評価も、こういうその新型コロナの感染拡大、そういう深刻な状況を経験したかしないかでは全然変わってきてしまうでしょうね。そうですね、経験したから納得するという人もいるでしょうね。一方でその最初の話題の人質法の問題とかですね、そういう刑事法制度による人権侵害は、それはそれで正しいものにしていかないといけない、不当な人権侵害はしっかりチェックしていかないといけないと思うんですけども、その人権侵害を一方ではプライバシーの保護っていう面ではかなり緩めていくしかないかもしれない。人権侵害に対して寛容にならざるを得ないかもしれない。一方で本当に権力機関、捜査機関の不当な行為に対してはしっかりチェックしていかないといけない。そうですね、この両方の柱をしっかり、まあ、両面から確保していかないといけないということなんでしょうね。なるほど。まあ今回の問題がその今後にどういう影響を及ぼすかということも含めて、いろいろお話を伺って大変参考になりました。私も参考になりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日は、ウォールストリートジャーナル、東京支局長のピーター・ランダースさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。